今まで中国の、コロナ対策の治療で有効だったものに学ぼうと、特に 僕たちが漢方をやっているので漢方で学ぶべきものはどこにあるかということで、聖杯杯毒等に学ぶということと、あと、抵抗力をつける、免疫力をアップするというような意味での、玉兵風散、いうようなものに学ぶというようなことでちょっと喋ってきたんですが、今回は、その治療にどういうふうに使うというよりは、中国のこのシステムで、漢方薬のようなものがどのように人々に行き渡っていっているのかというようなことで、武漢の武将モデルというのがありますので、ここに学ぶということで、ちょっと若干の問題を提起してみたいと思っております。で、一応ね、本日はどんな状態かというと、世界中では、4月の30日現在、今日は5月1日ですが、大体20万人が世界中ではもう亡くなっていると、4月30日ってね。で、国内累計でも1万4000人の、いわゆる感染者というよりも、PCR 陽性者。で、あと、死亡が415人とかね。いうような、そういう時代背景をもとに、とにかく少しでも助けを、このできるシステム作りをするのには、どうしたらいいだろうかというようなことで、しょぼい漢方医ですが、そこからね、考えられる、ちょっとでも助けに役立つ、ことを武漢モデルから学んでみようということで喋ってみようと思います。まず問題点を、出したいんですが、日本ではですね、検査が、PCR が、諸外国に比べて非常に少ないと言われているので、かかってるのかかかってないのかわからないとか、かかっても、すぐに病院に入れてもらえないで、やっとホテルに、入れるとか、で、自宅待機だとか、こういうところで、ホテルや自宅待機になった人でも、そこから急に悪化して亡くなったり、いうようなことも起こってるし、実際に、ホテルに行ってもですね、看護師さんがおるということにはなってますが、医療施設でもないし、入院施設でもないし、非常に不安を抱えて、ここに、隔離のところにいるというようなことになっておりますので、そういうところに、漢方薬がどういう形で役に立てれるかというようなことを考えてみようと思っております。で、中国のモデルはですね、一応、専門家の組織というのがやっぱり日本でもあるように専門家の組織があります。で、ここの人たちが、武漢では大きな鍋に煎じ薬をですね、作ってみんなに配布するというやり方と、あと、エキス製剤というか、顆粒を作って、もう政府が工場にもう何十万袋もエキスを作ってくださいというのを作って、それを渡す。で、それが、いわゆる配送という形で、いわゆる隔離された地区の患者に行き渡るという、こういうルートが、中国では武将モデルとしてできているわけです。で、もちろん、漢方薬の中身については、診療対策分析評価委員会とかこういうものがあって、最初の試みに使った薬は、ちょっと待て、もうちょっと、こういうふうに工夫してみようとか、そういうふうにしてバージョンアップしていったりするわけですから、常に分析と評価、こうしないと、これでもう効くぞ、行けっていうような単純なもんじゃないんで、こういう組織もあると。で、中国では、こういう防疫工作人員といって、いろんな、そういう治療に当たる人々が、たくさん、いて、配送、されていってるわけです。で、日本では、じゃあ、こういうことを使うことが、どういうふうにしたらできるか、ということを考えてみたいんですが、日本ではですね、東洋医学で、いろんな、人々は、治療の薬がどう効くか効かないか、こうしてみようというのは、実は日本には、漢方のエキス製剤というのがあって、
日本の大体 80% から 90% の医療機関は漢方薬を出しているという報告があるぐらい根付いてるんです。で、この根付いて、そこで一生懸命勉強してはる、そういう東洋医学、中国医学、漢方、まあ、こういうものを勉強する人々の医者はたくさんいます。で、ところがこれが、じゃあ、こういうルートで患者さんにうまくものを運び込める人々になれるかどうかというのは、ある程度の組織を作れば、ある程度の知識がないと、そういうことができませんので、ただ政府がこの薬をみんなに配りなさい、いうふうに一つで行くわけではないんで、まあ、今回ね、まあ政府、まあ日本、これは中国も政府決定、政策決定していくんですが、日本ではですね、幸いなことに、まあ、この感染症というのは、金持ちだろうが貧乏人だろうが、どんな人でもかかったら、まあ、非常に悲惨な状態が起こる。そういう病気なので、一生懸命頑張って、まずマスクをね、まあ2枚ですが、配給制度でみんなに配るということを政府が、まあ、始めました。で、今度は10万円のお金も、お金の配給制度です。これはまあ、ベーシックインカムやとか、この今後どうなるか、それは日本の経済構造どうなるか知りませんが、お金を配給するというような制度も作り始めていると。そうなると、本当は医療の配給制度というものが必要になってくると思うんです。ところが残念ながら、今のところ医療は配給制度じゃない。その狭められた帰国者、濃厚接触者外来から保健所、まあこういう狭められた空間にあって、これが広範に、バッとうまくいくというよりは、まだ非常に狭められている。で、まあ政府が今後、だからお金やら、マスクやらの配給制度を始めた、こういうものが医療の配給制度にまで及べば、このルートは必ずうまくいくようになります。で、その中に、幸いに勉強している人はいる。だけど、まだまだそういうシステムにはなっていない。で、まあ、例えば僕のところで、これを考えてね、今からどんなことができるかということを試しにちょっと考えてみますと、例えば、奈良時代ですけどね、奈良時代にはね、まあ、政府に当たるのは、天皇陛下と皇后とかこういう、まあ、貴族社会の、グループですが、光明皇后というのがね、奈良時代に世良院というのを作っています。世薬院。疫病が流行った時に薬を施す。要するに、配送と言ってますが、これはマスクの配送、これはまあ患者だけじゃないです。全部にですが、お金の配送、こういうのも言ってますが、施薬院というのがあって、疫病が流行った時に、医者が家を回って薬を配って歩く。ないしは、渡していくというような、こういう、要するにまあ配送というところはちょっと宅配便みたいに感じられるんですが、とにかく薬を渡すという、こういう形で患者を救う、そういう組織が奈良時代にもあったし、で、それはね、奈良時代だけじゃないんです。いろんな時代にもあって、まあ、もちろん日本だけじゃなくて中国でも、こういう唐の時代に、利休千金養蜂というのを書いた、まあ、急な時に備えるというような、こういうので、まず、中国にもずっと歴史はあるし、これはホジュンという韓国の、有名なお医者さんですが、東医宝冠というのを書いた、この人も、疫病と戦っているというような、こういう歴史がずっとありますが、世界中でそういうことをやってきてるんで、今回この日本でこれをうまく作動させるようにするとすれば、どうしたらいいかといえば、まあこの隔離区というのは、まあ今で言えばホテルにいる人、または、自宅待機と言われている人々、またはこれはこういうとこじゃなくても PCR 検査をしてないので、市民社会でも不安抱えていっぱいいる、まあ、患者でないかわからない、
まあ、要するに不安な人々。これらに対して、例えば、まあ、ホテルならホテル、まあ、自宅、ないしは入院患者でも、この、隔離区とはちょっと別ですが、入院患者でも可能なのは、現在は、僕の子なんかもこの漢方をやってますが、電話診察ということが可能になっています。オンラインとかの電話。そうすると、こういう患者さんなり、こういう組織から電話で問い合わせがあれば、はい、じゃあ、この、こういう形で漢方をこっちに、まあ、宅配便かなんかで送りましょうですが、送っても、送るだけでは、飲み方、まあ、注意、その他が十分行き届きませんが、この、まあ、貿易工作員という、これに当たる人が日本には残念ながら、まあ、あまりいない。訓練された人が特にいない。あの、看護さんがちょっと、まあ、形だけホテルにいますようでは、あまり役に立たない。けども、あの、これがなくても、電話で直接その人たちと話をすれば、じゃあ飲み方、こういう注意しましょう。もうできんことはない。確かにね、その、疫病というものはね、もう手がつけられないほど患者が増えるわけです。で、この時にどうするんかという時に、もちろん、あの、病院崩壊とか言ってね、どっかの重症患者に扱える人工呼吸器とかのところに集中するいたって、こんなもん、何万人、何百万人というような人を収容するわけにもいかんわけですから、じゃあ、そういう時にどうしたらいいんかという意味ではね、あの、漢方薬は、あの、まあ、広範に、あの、配ることができる。で、疫病というものはね、まあ、もともと、その手につけられないほど、実は、広範に広がるのが疫病なんです。で、これは、まあ、何千年も前からね、例えばこれ、インド医学の専門家の矢野先生が、あの、ちょっと訳してくれはったのを僕が今整理しようと思ってるんですが、その、世界の国々を破壊させる、まあ、疫病、伝染病の蔓延についてというので、ビバーナ・スターナという、もう、チャラカ・サンヒーターに、そういう章がもうちゃんと書いてあって何千年も前に。で、その、まあ、インドの古典医学書ですが、そういうもう、手がつけられなくなるほどに、もう、破壊されまくるんだというのを、まあ、人類は実は何回か経験してるんです。で、そういう時に、だけど、役に立つ方法がありますよという、まあ、これは治療から、セルフケアの仕方から、まあ、ありとあらゆる、その対策の仕方というのは、それなりに古い書物にもあるし、ずっとそれは今も生きて、あの、使うことができるんですが、その、これをもし、あの、電話で何とかしますとか、まあ、漢方の何とかしますじゃなくて、もっと大量にしようと思えば、それこそ、奈良時代のように、皇后陛下、皇明皇后がね、自分の子供が死んだ。もう、悲しみで耐えられない。で、その、そういう疫病をこれから救うためにというので、国営の、これは、製薬院、要するに薬を広範な人々に配る組織を作ったわけです。まさに配給制です。で、要するに保険にするだとか、しないだとか、こういう議論するんじゃなくて、広範に政府がバーンと決めたら、これを配っていく。ただ、この配る薬が効かない意味がある。で、効くか効かんか、最初は、ちょっとはどうしても、あの、新しい事態には、おたおたして、あの、ごった返します。日本でも、例えば、O157 の時なんかでもね、堺の、この、保健所が言うこと、大阪市立大学の大学が言うこと、それと厚生省が言うこと、みんな逐迫、もうどうしてるかわからん。抗生物質やれば、ベロ毒素が破壊される。で、あの、下痢止め出せば、その、大腸菌をとどめてしまう。そういうことで、しっちゃかめっちゃかしたようなことがあるんですが、そういうのは、まあ、だんだんは整理されてくるんですが、そういうのを、まさに専門の、グループと、それと、ちゃんと、それがほんまに効くのか効かないのかを、きちっと評価しながら、その、第一段階、第二段階、第三段階、人間ですから、必ずね、最初からパチコーンっていうわけにはいけません。で、そういうものを作るんですが、一応、中国の、まあ、
一つの考え方で一疫、一つの疫病に対して、一疫、まあ一方と、一つの方法、とにかく大量の人、まあ、新型インフルエンザの時なんかでも、北京の当直も院なんか、15万人ぐらい患者が来るとね、もう医療機関としては見ることが不可能。そうすると、個別の条件を無視して、あなたは寒い人、あなたは暑い人、デブッチョ、痩せ、こういう、その人の個人の要素を考えながら、一対一の対応の時にはそういうのも考えながら薬出すんですが、そうじゃなくて、もうこの疫病をとにかく早く収束させるために、もう、とにかく一つの方法で大量に配りまくるというような一撃一方という考えももちろんあって、そういう、もちろん、一方なんだけど、武漢のは違いますよ。一方だけじゃなくて、他にも加減、何個かにこう、グループ分けしたりして、もうちょっとこまめな対策してます。で、一撃一方という考えがあるんで、そういう大量に発生した時には、これはどういうものであるという評価がきちっと決まれば、決まるまでは若干、右往左往すると思うんですが、こういうところを使って、製薬院的なもの、要するに薬を施す、もう、みんなに、これは西洋薬だろうが、漢方薬だろうが、その決まれば、保険に適用するだとか、民間でどうやとか、いうようなこと言わずに、一つの配給制度として、政府がこれを配りまくるという形で対応するいうようなことは考えていかなあかんと思います。西洋薬はね、アビガンが、その早期の段階に効くからどうやとか、他のエイズの薬がどうやとか、まだただいま試しておりますとか、いろいろあるんですが、西洋薬の場合はね、今のところ、まあコロナが全く新しいタイプの疫病であるということから出発したために、これが本当に効くのかどうかというのがはっきりまだ出てない。で、そうすると人体実験みたいになるので、インフォームドコンセントで、実験台になってくださいみたいにして、まあ、これを使うてるわけです。ところが、そういう意味では非常に、普通の自宅待機の人に薬は何にもない。ただ、降りなさい。検温して、待っとりなさいだけになる。で、ホテルも、おっても、全然製薬でも何か飲むわけでも何でもない。で、ところが漢方薬は、何千年という、まあ、歴史の経過を経て、しかも疫病は何回も繰り返し、もう、そこで、戦いをやって、その、古い知恵ですが、新しい、この病気に対してでも、それが役に立つ部分があるから、実際中国は、それで中西医学、作用が、中国医学と西洋医学を一緒にしながら、とにかく成績を良くしてる。西洋医学は、人々に広範に行き渡るルートまだできてない。で、漢方なら実は行き渡らせることはできる。うん。だけどまだそういう、まあもちろんシステムも組織もない。だけど人々にとって手っ取り早い。で、何千年前の薬もありますし、まあそれは日本にも置き薬路線も昔もあったし、いろいろあるけども、漢方薬と西洋薬の違いは、人々に行き渡らせようとすれば、今はエキス製剤。中国は、工場にすぐ命令して、もう何万、まあ、袋も、エキスを作りなさいって、すぐに政府は決めました。で、配る。で、日本でも、そういうエキス製剤を、まあ、送るのは非常に簡単です。いや、今回、大体、中国モデルに学ぶもありましたが、隣の韓国なんかもね、実は、このコントロールセンターで今度は患者さんをどのようにまあ振り分けるか言ったらおかしいけどもいうような意味でのこのやり方はね非常に学ぶものがあると思います。まあ、中国モデルもあるし韓国モデルもあるしまたはもちろんイギリスやフランスやドイツやああいうところでもね例えばテイクアウトの仕方一つにしたってソーシャルディスタンスどう取れとかね。ああなんでも学ぶところはね、世界中いろんな人がいろんなところで一生懸命今の事態を克服しようとしてやってるわけですから、まあ世界中のいいところをとにかく学びまくると。この際ね、もういいところはみんな学ぶという発想を持って、だから政府のたった2枚か相手文句を言わずに、あ、配給してくれ始めたと。なんでやと。ね。言うたら疫病を読むのはそういうもんやと。とにかく万人に
もうバーンと、とにかく広範に物事が行き渡って早く収束させるという態度が必要なわけで、まあ、いろんな評価の中では、もちろん評価するときにはこれはちょっとまずいとか、いや、もっと別のいい、あるん違うかとかいっぱい議論すべきですが、少なくとも流れとしては、この世界中の疫病をどう克服するのかというのは、世界の人々の知恵を出しまくって、いいものを学んで共同しながらやっていくと。喧嘩するんじゃなくて、批判はあってもね、内緒はうまくいってないやないかいう指摘はしても、でないと進歩がないから。それはしながら、やっぱりもっともっと世界中に学んでいくという路線に行った方がいいと思います。